大丈夫です、完璧でした、ありがとうございます。原作のあるものを読ませていただいて音楽をつけるときに、読んでる方は読んでる方のそれぞれの没入の仕方だったり感情移入の仕方だったり、原作を知ってるのにアニメになってさらにこんなに素敵なものになるとはという、その一助を音楽が担えればいいなと思って作っております。今よりは少し残って大丈夫ですぐらいで、はい、美しい、ありがとうございます。バックに徹してると、背景に徹してるというかっていう劇版が割と多い気がするんですけど、伊賀くんの曲はもうその曲単体で取り出しても聴ける。一度ちょっと頭から聴いていいですか、26の、はい、ちょっと音だけで58からもう一回聴いていいですか。音楽がピアノ転んだように聞こえます、なんか変なリズムに。その繊細さと力強さが本当にこう冷静と情熱の間というのか、例えば恋愛映画とかそういうなんかヒューマンドラマとかだと大体こっちが弾いてて想像ができるたりするんですけど、どういうシーンなのか想像ができなかったので逆に興味が湧いたというか。なんか伊賀くんっていつも同じじゃないので、同じ作家かなって思うようなこう変化があるというか、あ、また新しい伊賀くんだなっていうイメージで。でもね、今ぐらいでいいですよ、あんまり破壊的にならなくていいです。同じぐらいのザラッと感で鋭くなくということで。天才肌なんだけど論理がちゃんしっかりしているというか、論理で感覚を磨いているのか、天才的ですね。今日もよろしくお願いします。レコーディング2日目です。よろしく、よろしくどうぞ、よろしく。音楽メニュー中は音響監督の高寺さんが最初にこの作品においてのメニューの叩き台を作ってくださって、それを監督と一緒にブラッシュアップして、そのリストを一緒に伊賀さんと共有させていただいて、より伊賀さんがそれを広めてくださってっていう形ではありましたね。泣きのシーンだから泣かせようみたいなことではなくて、心情につけるっていうことですかね。そのキャラクターの心情をメインにして音楽を作曲していってくださいっていう発注はしました。オーダーの表をいただいた時に原作と照らし合わせながら、きっとこんな曲じゃないかなとか、それは本当にスケッチ以前の思いつき程度のことをもう言葉で書いておくだけで、ミー、もうカタカナでミーシシーラーソーとか、そんなただ書いておくだけぐらいのことが何曲かありました。普通に何も考えずに曲を作ったり考えたりすると、ピアノ、やっぱりピアノ弾きなので勝手にピアノで自分の指が動く様が思い浮かぶんですね、メロディーを考えた時に。そうするとメロディーと一緒にコードとか展開とか構成とかも勝手に同時に思い浮かんでしまうんですね。そうすると自分の指の癖だったり、そういうのに引きずられたメロディーラインだったり、歌っぽくないメロディーラインになってしまうことがやっぱりあるので、やっぱメロディーが大事な曲を作るときはピアノとかコードとかを思い浮かべないように、こうもう鼻歌だったり口笛だったり、できるだけその本当にメロディーだけを感覚で自分が歌えるようなものを思い浮かべながら作るように心がけてますね。なんか小さくなりすぎたと思います、高倉さん。最後困りますかね。これなんですが、最後の切り際とかそういうのって下と、まあ、そこまで厳密じゃなくてもいいかなと思ったけど、どうっす。できるだけこう客観視しながらこう演奏中もしたいなと思うんですけど、演奏中はなかなか難しいんですね。だから演奏する前にここはこういうシーンだからこういうつもりで弾こう、弾いてみる。でやっぱり何度もエンジニアの高桑さんに今のプレイでどうでしたってディレクションをエンジニアの方にお願いしてしまうという。デモ作るときは後で自分が困ることなんか考えないで、バーバって弾いて、あ、今の良かったから今ので OK にしようとかしちゃって、そうすると後で譜面にしたときにこんなんもう二度と弾けねえよみたいなことになってることが多々あります。まあ復習劇ですから、もっとドロドロしたことをやるのかなと思ったんですけど、そうではなくて結構ハーモニカ入れてきたりとか、
あとはあのシーンでピアノになったりとか、そういうところはうまいなと思いました。あ、そう。つなげちゃって、つったったらラッパッパみたいな。ありがとうございます。はい。あ、完璧。最高のフラットでしまいました。伊賀くんの現場っていうのはとにかく伊賀くんがすごくいつもご機嫌でいてくれるので、こうミュージシャンの士気を高めてくれるような、そんな感じの方だなと思っています。すっごい珍しいパーカッション絶対使うんですよ。マニアックな楽器をたくさんまずは何の楽器を今回使うのっていうのをね、結構早めに聞いて、相性の良さとあと付き合いが長くって信頼関係がこう結構もうできてるっていうのと、どっちもあってお互いリラックスして結構やれてると思います。うん、こいつを、あ、ジングルの音全然いらないって感じ。全然でもないんですよね、ちょっとあったら、うんうん、いい感じの勢いが出ました。今回はサスペンスが基調となりつつも、本当にいろんなこと物事が起きる作品でございますので、一本例えば今回の劇場はそういう雰囲気だからジャズを基調としたものとして作ろうとか、なんか可愛らしい、方向性のものを基調としようとか、いろいろな作品あると思うんですけど、今回に限って言うと本当に可愛らしいのもあるし、例えば泣ける曲もあるでしょうし、もうあっち行ったりこっち行ったり、もう縦横無尽に次から次へといろんなジャンルスタイルのものが出てくることをまあテーマにできたらなとは思っております。一曲の中で転調するっていうことをやっていただいて、曲の長さが長いと思います。普通より違うシーンに持っていったりとかっていうことはしやすくなるので、とても助かるのでそうしていただいてます。だいたい録音の時はデモ音源というものが存在するんですけど、そのデモのフレーズだったりっていうのがやっぱり自分にないものがすごい多くて、やっぱりかっこいいのでなかなかそれを超えるというか、表現再現するには結構レベルが高くて、伊賀くんの曲は。一箇所だけ、はい、今のでもいや素敵だったけど試しにで23、はい、が今ほど細かくないフィルだけいただいてみてもいいですか。まあ、リブ一発とかでも一発でいい気がしますね。バッチリいただきました。はい、で伊賀くんはこれは弾けるでしょっていう感じの譜面を書くんで、弾けないとは言えないんですけど、めちゃめちゃ難しいっていう、こうギリギリのラインをちょっと攻めてくるんで、いい感じ。伊賀くんまんまやっとるやん。まんまです。ちょっと聞いてもいいですか今のとこ。はい、じゃあ1からいきます。もうワントライ、もうワントライさせて。バッチリいただきました。はい、ありがとうございます。
すみませんね、もうこんな。サントラでください。作曲家もプレイヤーもどっちも同じ、結局ミュージシャンという意味では同じなので、その同じ土俵で思考回路を共有できてれば、できる同士だったらばすごい全ての話が早くて、意図するここが分かってるから、みんなでそれうまいことアイデアだったり、そういうものを出し合ってこう作り上げていけたらいいなというつもりで私はやっております。わあ、いきなり重い曲、どうしよう。もう一回 H からいきます。ごめんなさい。絵が先にできたところに音楽を当て書きにしてもらうっていう、まあフィルムスコアリングみたいな形があるんですけど、今回1話がそもそもその90分スペシャルっていうところもあって、まあ劇場音楽みたいな作りもしたいなっていうところもあったんで、愛が刺されて亡くなるシーン一連は、音楽よりも先にフィルムがあって、でそこに伊賀さんが音楽を当ててくれるという形で作ってたりとか、その特殊な抜き差しもやってたりはします。あそこはあのもう死ぬってすごい衝撃的なことで、まあもう絵的にもすごいショッキングなことですよね。もうあの目の前で刺されて自分のお母さんがっていう、その衝撃的なシーンなんですけど、ただそこをまあもともとその、ガーンと衝撃的にとかドーンと悲しくってやるつもりはなかったんですよね。そしたらあの、まあ、伊賀さんの方から、まあ伊賀さんはもともとピアニストでいらっしゃるんですけど、あの本当ピアノ一本で来まして、いやこれはなかなかこうやられたなっていう感じがして、この60曲近い曲数の中の一番最後に作った曲だったんですね。そのカッティングのムービーを見て、一番最後に撮っておいたこの曲で見た瞬間に驚愕したんですね。尺長と思ってびっくりしました。あの打ち合わせの段階では俺もそのシーンって聞いた時に思ったことだし、平巻監督たちからのオーダーもそうだったんですけど、美しい曲がいいじゃないかと。やっぱりストーカーにこう刺されてしまう劇的な悲劇的なシーンだからこそ、やっぱりこう愛の思いみたいなものが際立たせるような、なんか美しい曲がいいなとは思ってたんですけど、あんなに長いとは思わなかったっす、シーンとして。でも結果すごくいい仕上がりになったのではないかなと思っております。シーンにつけるんじゃなくて心情って言いましたけど、もうちょっとアクアの悲しい気持ちとかルビーの悲しい気持ちに行くのかなと思ったんですけど、愛の愛情の方につけてくださって、それは面白かったですね。聞いてて劇版としての聞きやすさというか、俺の好きなもの好きなだけやっちゃいますよっていうことができることをやるのは、あのアーティストとしてのミュージシャンの作り上げるものだと思うんですね。ここに曲をつけてくれって言われたら、俺だったらこういう曲をつけたいと思うからこういう曲を作りましたってはなるんですけれど、その上でこういう俺の好きな曲をつけました、でもそれを最大限この曲映像とか他の事情関係なしに曲単体を俺の好きなようにブラッシュアップしちゃいましたってなると、映像とは合わなくなってしまう、乖離していってしまうという部分があると思うので、曲としてはそこを思いっきり叩いてほしいとか思いっきり弾きたいとかあったとしても、それをやらずにちょっと抑えたところにすると、映像とマッチした時にその曲の効果が一番発揮される。映像作品なので、最終的に出来上がったものがその映像と合わせて、さっき言った曲としての 120% じゃなくて、映像と合わさった時に初めて曲が 120% の状態になって聴いてもらえるものを目指して作りたいなと作っております。